暮らしに役立つ横浜市の情報をまとめてお届け、ギュッと横浜。こんにちは、リポーターの入江舞です。今回のギュッと横浜テーマはこちら、横浜市中央図書館。読書の秋が充実する横浜市中央図書館の利用方法などをご紹介します。1921年に図書の閲覧を始めた横浜市立図書館は、来年100周年を迎える歴史ある図書館です。ここ中央図書館は175万冊以上の蔵書数を誇る日本でトップクラスの私立図書館であり、市民の知識の源となっています。時さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。175万冊の蔵書ということですが、本当に多種多様な本が並んでいますね。はい、横浜市には各区に1館ずつ18の私立図書館があります。中でもこちらの中央図書館には、専門的な資料ですとか横浜市に関する古い貴重な資料を数多く所蔵しています。そしてこちらではレファレンスサービスがあると伺ったんですが。はい、市民の皆様の調べ物をお手伝いするレファレンスというサービスがあります。インターネットからでも受付しています。それを聞いて、実は私も事前にインターネットで問い合わせをさせていただきました。ありがとうございます。でしたらぜひレファレンスのカウンターへ行ってみてください。今年6月に横浜市役所が移転しました。私も実際に新市庁舎に行ったのですが、以前の市庁舎がどんな様子だったか気になったので、事前にインターネットでレファレンスサービスを使ってみました。こちらが横浜市役所に関する資料になります。たくさんありますね。はい、こちらの神奈川県写真帳に掲載されているのが2代目の横浜市役所の写真になります。立派な建物ですね。はい、こちらは明治44年にできまして、関東大震災で焼失するまで短い期間しか使われなかった建物になります。私たちは横浜市立図書館の蔵書だけではなく、インターネット情報なども使いながら調査をしています。今までにお受けした事例の一部は横浜市立図書館のホームページですとか、国立国会図書館レファレンス共同データベースなどにも公開をしています。皆さんが調べたいと思っていることの似たような事例がすでに登録されていて、資料を探す手がかりとなる場合がありますので、ぜひご覧になってみてください。今日はありがとうございました。はい、また何かありましたらぜひご活用ください。横浜市中央図書館では一般書籍や専門書籍はもちろん、国内外の新聞や雑誌、楽譜、地図など幅広いジャンルを取り揃えています。また都市横浜の記憶では所蔵している資料、写真、絵はがき、浮世絵などおよそ1万2000点のデータを収録しています。パソコン、スマートフォンなどの端末からアクセスできますので、ぜひご覧ください。市内21カ所を巡回する移動図書館浜風号でも図書の貸し出しや取り寄せができます。詳細はウェブサイトをご覧ください。障害者と多様な分野のプロフェッショナルによる現代アートの国際展、横浜パラトリエンナーレ2020がスタート。今回はオンラインとリアルが融合した全く新しいフェスティバルで、11月18日から24日のコア期間には YouTube や特設サイトなどと市役所アトリウムを舞台に様々なプログラムを展開します。またメインプログラムの一つパラトリテレビは現在オンライン配信中です。詳細は横浜パラトリエンナーレで検索してください。広報横浜11月号は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済の再生に向けた取り組みについて、市内事業者の新しい生活様式に対応した取り組みや観光マイス支援策であるファインドヨア横浜キャンペーンを紹介しています。その他、市民相談室で行っている法律などの専門相談や人権について掲載しています。今回のギュッと横浜いかがでしたか。次回も横浜での暮らしがもっと豊かに楽しくなる情報をお届けしていきます。お楽しみに。